お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴールデッキね紹介していきたいなと思います。というわけでヒーラー入りの、スペルがトルネードと、まあ、タルババだけで、まあ、ユニットがね多めの、ゴールデッキとなっています。というわけでまあなんかいろいろ突っ込みたいところがあるんですけど、まあまずマスケットですね。あのゴーレムにマスケット重視が入ってるデッキ、僕多分今まで一度はガチ面の方で見たことないですね。はい、多分初じゃないかな、ゴレマスケっていう形はあんま見ない。と、まあ、あとライトニングとかファイブとかがないので、まあ、そこはなんか小屋とかどうすんのって感じなんですけど、まあ、ユニットぶっぱでね、はい、立ち回ればいいかな。で、ドラドラですね、スケドラベビーといった、まあ、ちょっと変わった編成の方なんですけど、まあこれもまた最近ちらほらと見かけるようになってきましたねと、まあいうわけでねやっていくんですけども、まあこれあれですね、ぶっちゃけなんだろうね、ゴレを出さなくてもヒーラーダクプリなんかベビーとか、まあそんな感じの形で攻めることができるっていうわけで、まあ前半ほぼゴレ出さずにね、あのてかゴレでだと思わないですね。でこれまあなんかが来るので蓋してあげて OK で、ここ早めに溶かしつつ、まあトルネでいい感じに処理できるかなと思うんですけど、まあトルネじゃなくてもいいかな、ユニットの方がいい気がしたんで、まあユニットでね一回耐えます。 OK、 このマスケがたまたまっていうか、ラバとか、まあバルーンに強いかって言われたら際ですけど、まあラバとか、まあバルーンに戦える、空に戦えますよね、このマスケとスケドラがねいることによって。よいしょ。てなわけで今回相手はまあ普通のラバルとかだと思うんですけど、まあ、相手からしたらお前のデッキなんぞやっていう感じでね。よいしょ、これも早めに引っ張ってあげて、うい、耐えろ。うい、あ、待って、一発。いて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 、ここはもうね、許容して、ケツゴレはね、ありだと思います。ありだと思うんですけど、悩みますね。普通になんかヒーラーダクプリベビーマスケでもいい気がするんですけど、まあ、相手バルーン出して、まあ、せめて朝なんでね、このゴレに対してなんかすることもないでしょうと。まあ、いうわけで、あ、これあれだ。思い出した。相手、インドラもいたし、バルキリーもいたんですよ。だから、これ、地獄っすね、これ。いやー、痛えー。これ、ベビーで殴るんですけど、この後、インドラの滝がな、いや、いやー、ベビーに行って、あ、やべえ、ボコボコにされるな、今日。いや、まだ参りますね。これなバルキリーがいるんですけど、まあ、一旦延命させて、で、なんならバルキリーならヒーラーをつけてあげて回復してもらって、スケドラもつけて、あ、バルキリー？うわ、ライトニングかい。いや、でもいい。やはりヒーラー戻ってきちゃった。まあ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 。さあ、相手は、ラバライトニングですね。ラバライトニング。で、ラバルでしたね。ラバルライトニングか。まあ、ここは一旦守るっすね。さすがに。さすがに守ってあげて、多分もうゴレいらないっすね、僕あのぶっちゃけこれ、マジで。こっちでね、あー、釣ってあげて、もう陸のご漁師ですね。オッケーオッケー。いや、ワンチャル。マジで、このゴレデッキなんですけど、多分ゴレ出さない方がワンチャン強い。ゴレ出さない方が強い理論がね、結構出ちゃいますよね。で、まあゴレ出してもインドラいるんで、一回、まあケツマスとかベビーから入って、まあこれ多分相手はね、バルーンつけたいんですよ。なんで逆サイダクプリとかしちゃって、これでね、まあ防衛ユニット咲かせて、この間に処理します。で、ライトニング予想はまだ回ってないんですよね。よいしょ。で、逆にライトなので、こうユニットも固めまくって、トルネで耐えて、OK! あるあるある。うん、多分ある。ベビーかな？いや、バルキリーか？いや、インドか？いや、なんかが来るんですよね。そう。で、ここマスケ追加のインドラ。いや、来た。で、縦の戦士が来る。縦の戦士、いらっしゃい。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、ヒーラー追加。いや、来た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 。来た、あるぞ、マジだる、マジだる。そのスケドラ、すごい邪魔。いや、ヒーラー、微妙。ヒーラー、押せ、走るの、OK、届いた。あぶねえ、グッドゲームですよ、グッドゲーム。まあ、これ、ゴレいらねえ、マジで。ゴレの枠、なんでもいい。ね、今の試合は無理と。なんかゴールの枠、フリーズとかね、ランバーとか、なんかそういったユニットでもいけるんじゃないかってすごい思うんですけど、まあ、今回相手がね、インドラが持っ
ってて、まあ、インドラに対して、まあ、攻撃で戦えるのが言ったらマス系ぐらいしかないので、まあ、逆にインドラに対しての立ち回りとしては今のが正解っていうね、こうユニットでの、こう、攻防がすごい大事になってくるよと、まあ、いうところで、まあ、インドとか逆にいなければね、こう、後半になって課題作っちゃえば相手もきついんじゃねっていうところで、さあさあさあ、いやゴレは飾りですね。完全なる。まあ、今みたいな試合ができると、このデッキのこう、まあ、強さといいますか、なんかいい部分がね、見れたんじゃないかなと思います。てか、バルーン多いですね、さっきから。よいしょ。で、耐えて、キング起動したいんですけども、一発痛いっすよね。今のしてもよかったっすね、ワンチャン。で、ここで結グラをするのがどうか理論なんですけど、相手がラバー出してきて、またラバー。ラバーなので、一旦ね、逆サイにこう、ダックプリとかユニット流して、ちょっと様子見つつ、相手がさっきあれなんですよ、もうバルーンサイドなので、これ、あれなんですね、ラバルが来ないんですよ。そう、ラバルが来ないので、これスケドラこっちにして、ベビーをここに出してあげることによって、このベビドラの範囲でね、ラバとメガゴを処理しようとしてるんですけど、なかなかうまいことはいかないですね。さっさっさ、ラバメガゴ、バルーン、スケドラ、バーバリアン、今んとこ普通ですね。で、ババ咲いたな。いや、これ、絶対きついと思うんですよ。メガゴスケドラ咲いて、施設か盾の戦士とか墓石とか。そうなんですね。そうしかないので、何があるか、もう一枚何かあるんですね。ディガーとかかもしれないんですけど。いや、いい。いい、殴りだ。ヒーローもう一発。いいです。で、今、陸ないんで、端前ダクプリでもしますか。今なんでね。これで、まあ、空が多分出てくる。ああ、墓石ですね。あと一枚が。さあ、分からなかったカードが見えます。で、墓石サイドな。これ、端前ゴレでもいい気がしますよね。なんか普通に。だって、直行するじゃないですか。墓石がないと。で、まあ、馬場とかで守りたいんでしょ君っていうところで、スケドラも足すんですけど、ここに横にスケドラが。いや、メガゴか。まあ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 。このね、トルネが、うわー、めっちゃいいそれ。あー、これね、マス懸命しようとしたんですけど、相手の、なんか、ちょっと上手いですね、この攻めが。ザップ。いやー、バルーンは耐える。オッケー、バルーン耐えたら、いや、でかい。サスケドラ12なのも、まあ、若干救いではあるものの、まあ、これはもう、ケツゴレでいいでしょ。ケツゴレで、てか、もう、守ったら勝ちっすね。バルーンなんで、いや、守れねえかな。これ、トレネで一旦下げるんですけど、いや、爆破が入ると、さては、これは、爆破が入ると届くゲーミング。うい。さあ、でも今5打ちました、相手は。いけ。もうご了承。で、5打ったので、マスケ追加で、なんならね、真ん中にヒーラーとかして、ゴーレムを回復させてあげたいね。気持ちもあるんですけども、オーケー。さあさあさあ。これ、マスケですね。マスケが、まあ、やっぱバルーンとかラバに戦える。で、これ、マスケじゃなかったら、普通にラバに負けそうですもん、このデッキ。ライドラでいいんじゃね感すごいあるんですけど。まあね、マスケ。謎のマスケですね。ここ最近、まあマスケ多いんでね。まあ相手のマスケに対して、後ろからライドラとかね、こう咲いちゃうと、まあただ射抜かれて終わっちゃうみたいな、よくある話なので。まあ相手のマスケに対してマスケを合わせられるっていう点では、この、まあゴレと呼んでいいのかわかんない、この変なデッキ。ちょっとね、すごい可能性がね、ありますよね。もう守って、まあ最後に端前ゴレドーンとかケツゴレドーンで形組んで終わりみたいな感じですよね。よいしょ。さあ、とりあえず、いや、ゴレ出してえな。ゴレ出してんすけど、多分前半出す必要ないんですよ。マジヒーラーダクプリの攻めで十分なんですよね。ヒーラーマスケとか。そう。ゴレを出すと負けそうになる説がありますね、このデッキは。なので様子見ます。で、相手はランバーと親衛隊なので、バルーンですね。これ、まあ、こっちにベビーでも出しましょうか。で、そうですね、バルーン。これはまあ、トレネで下げちゃえば大丈夫っていうか、なんならトレネいらないっすね、これ。多分耐えるんで、これ、端前ダクプリして、このユニットの攻め、前半はこの攻め一勝しとけば、多分、僕はね、負けないんですよね。よいしょ。負けないというか、そうですね。永遠守れるんで、ユニット多いんで。逆にこのユニットで、そう、これが強い。ユニットの攻めってか、まあシンプルに、ヒーラーダクプリとか、ヒーラーダクプリドラドラとか来ると、
まあ、単純にそれが止まんないんでね。で、今コストなかったんで、攻めトルネできなかったんですけど、まあ、ああいう場面で、まあ、攻めトルネードして、奥底のマスケだったり、ウィザードだったり処理できると、まあ、よりね、いいかなと思います。で、これなトルネでキング起動しますか、いて一発痛いですけど、よいしょ、オッケー、ナイス、いいキング起動ですね。まあ、これによって、次から親衛隊だったり、まあ、バルーンだったりはすごい抑えやすくなりますね。で、相手があれ使ったバルーン使った後なんで、ケツゴレで裂いていきます。で、逆サイは、相手がスペル、多分雪玉しかないデッキなので、スケドラあれば守れます。なので、左サイドにゴレー、ダクプリなんか組んで、まあ、逆サイ、スケドラ、一応流してね。オッケーオッケー。これあれば、まあ、あとでも形作るってだって GG だと思いますね。よし、ヒーラー？ヒーラーいるこれ。ちょっと待って。親衛隊がね、もしかしたら来るんで、それ用にね、ヒーラーもね、加えつつ、ダックプリも加えて、よいしょ。まあ、ここ最近、親衛隊かな、ちらほら増えてるんですよね。まあ、それに対して、ヒーラーがね、多分回復、この回復でね、そう、全部、親衛隊をボコボコにできると。まあ、いうところで、さあ、グッドゲームですね。まあ、ヒーラーがね、活躍したかどうかは本当に、際なんですけど、こう、まあ、たまに出てくるんですよ。ヒーラープラスのゴレデッキが。しかも、基本的にこう、ライトニングとか、まあ、ポイズンとかが入っていない、まあ、トルネプラスタルババの、まあ、こう、みんながそう呼んでるのかわかんないんですけど、こう結構陰キャゴレって言われたり、まあ、引きこもりゴレって呼ばれるデッキなんですけど、まあ、なぜならスペルがないので、こう前半ずっと耐えて、もうチャンスが来たら、まあ、端前ゴレとか、まあ、ケツゴレするみたいな感じで、まあ、耐えて、引きこもって、まあ、戦う戦術っていうところで、よいしょ。さあ、もうここから、僕がいたババコラでも最初に壊しに行っちゃいますね。で、タルババぐらい来たら、延命してもいい気もするんですけど、やっちゃおう。おい、もうなんなら来ちゃった。おい、だってこれでも勝った。これ、ゴレじゃねえ、これ。ヒーラー、いや、これ止まらんくね？ハンターもいんのか。ハンターはちょっと話がちげえぜ。いよ、突破する。いやー、消え方にんな。で、やべえな。今回相手、ゴレ、通るかな。まあでも、さすがにババコヤも壊して、ハンターも壊して、若干アド取ったと思ったんですけど、まあ僕もコスト結構使ったか。まあまあまあ。で、これは、まあほぼ突破できないんで、突破する気はないけど、ただババコヤ壊して、暇ゴレですね。これでタワーオルトが絶対無理なんで、まあ軽めの攻めをして、まあ様子見ゴレですね。しっかりカウンターを受ける準備をしつつ、スケドラ来たらトルネでもすぐ囲んじゃいたいっすね。このベビー入ってなかったら嬉しいな。いや、入ってんだな。相手はスケルトンラッシャーマンですね。で、これ、左にタルカはさすがに、右サイドがちょっと怖いんですけど、いや、マスケが働きます。で、デリババタルババ、デリババデリバリータルババなんで、固めても両方行かれちゃうんで、こんな感じで逆サイドに行くと、相手は多分むずいと思うんですけど、お、で、しかも、そっちにハンターを割くと、このヒーラーのね、フル回復を利用したマスケッティーナが、いいね。え？今の攻めで、全然ダメージ取ってないやん。俺なんかダメージ受けてるっていう。本当に？っていう感じなんですけど。さあ、ゴレヒーラーです。これでね、頑張りたいんですけど、ハンターをできるだけ早めに処理と、ボーポイも嫌なのと、ボーポイ嫌っすね。ナイトも嫌っすね。ぶっちゃけ。あ、でもボーポイされてもあれか？僕、全部、なんか回復できそうっすね。これも、一旦吸ってあげて、回復させつつ、ヒーラーでね。いや、これ突破できねえかな、さすがに。なんか、しょぼいな。しょぼそうな攻めだ。いやー、いけそうなんですけどね。もう一踏ん張り。もう一踏ん張りいりますね。さあ。もうちょっと耐えてね。これ気づきました、僕。ゴレ出さないっす、これ。もう、出さずに行くと、多分これ勝てるっすね。いや、こうタルババで返して、マスク延命してあげて、で、ここで、小屋が壊れたので、このタイミングのケツゴレ。しかもマスクが溺れてる。いや、ナイス。いや、これヒーラーで回復させてあげてえな。いやー、さすがにゴレの後ろか、これは。いや、悪くない？
で、相手はさすがにポイズンあると思ったんですけど、ハンター普通いないん、いやでもポイズンあるかな、これ際だな。まあ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 、ないことに乗ってね、適当に、適当にやっていってね、回復しろ回復しろ、オーケーオーケー、あるあるマジである。で、もう一個奥底来たら攻め取るね、で巻き込みたいですね。あー、やっぱポイズンあるっすよね、さすがに。あ、でもヒーローで、ヒーローで、え、ヒーロー、もうちょっと回復させてあげて。いや来た、これですよ。もうゴレいらねえ、マジで。ゴレが一生足引っ張ってるんですけど、まあこういうことですよね。こう、光栄普通ポイズンデリバリーで、まあ全部溶けてしまうのが当たり前、まあ、当たり前なんですけども、やっぱヒーラーによって溶けないというところでね、まあ今日このちょっと変わったゴーレも使っていったんですけど、なんかマスケットがすごいいい働きしてた気がしましたね。なんか、本当にゴレっていう、まあゴレが飛んない時の、まあサイドのユニットの、攻めであったりだとか、ヒーラーの回復であったりとか、すごいこう面白いかつね、可能性があるデッキだなと思います。ぜひ皆さんもね、こちらのゴールデッキお試しください。というわけで今日はこんな感じで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。